P の発音から練習していきたいと思います。 P はまず口を、この横の字に1の字にして準備します。そして息を吐くときにパッパッパッ、ちょっと勢いよく息を吐いてみましょう。で、この息を吐くときにどれぐらい息が出ているのか目安として、1枚紙を使います。こちらの紙がパッパッパッ、これぐらい紙がしっかり揺れるぐらい息を出してください。パッパッパッ。ちょっと人前でやると恥ずかしいんですけど、息が出るかどうかしっかり確認ができたら次のステップに入ります。息をパッパッと出せるようになったら、あいうえおという母音を入れて発音してみましょう。では真似をしてください。パッピッパッペッポッ、せーの、パッピッパッペッポッ。これをできたら10回ぐらい、全部で10回ぐらい真似をしてください。パッピッペッペッポッ、パッピッペッペッポッ。はい、次のステップです。こちらに P、E、N、ペン、まあ皆さんがよく使っているペンですね。ペンのアクセントをしっかり入れるとこれぐらいE が強調していると思ってください。最初にペンをしっかりアクセントをつけて発音しようとすると、ペン、ペン、こんな感じで P に力が入りすぎてしまうんですけど、ここで注意していただきたいのは、一度に2つ仕事をします。パッパッっていう音と、あいうえおのえ、これを同時に出します。ただし絵の方が主役なので、ペーンペーン、絵がしっかり大きく聞こえるように発音してください。ペーンペーン。では真似をしてください。ペーンペーン。はい、いかがでしたでしょうか。何度も練習をして自分のものにしてください。